ヒュー・ローリーは、イギリスの俳優、作家、コメディアン、ミュージシャン、オックスフォードシャー州オックスフォード出身、ケンブリッジ大学卒業。1989年から1995年まで、BBC で放映された、コメディシリーズ、エレビット・オブ・フライ・ローリー、アメリカの医療テレビドラマ、ドクター・ハウスなどの出演で知られている。芸名の、ヒューは、ミドルネームであり、 ファーストネームは、ジェームズだが、本人曰く、家族にも、ジェームズと呼ばれた記憶がないとのこと。大英帝国君少女よ。1959年6月11日、英国オックスフォード生まれ、4人兄弟の末っ子、弁護士の兄と、姉二人がいる。イギリスの女優レイチル・ハードウッドは名、ドラゴンスクール、名門男子全寮制パブリックスクールイートン校を、経て、 ケンブリッジ大学セルウィンカレッジで考古学と人類学を専攻。彼の父親は想定でオリンピックゴールドメダルを獲得したことがあり、彼自身も学生時代はボート競技に参加していた。1977年ボートのイギリスユースチーム、1980年にはケンブリッジ大学チームのメンバーになっているが、在学中に伝染性短角球症を発症しその、 交代部している。大学1年生の時に、エマ・トンプソンと知り合い、コメディグループ、ケンブリッジ・フットライトに参加。また、トンプソンにスティーブン・フライを紹介され、後に二人は、エイビット・オブ・フライローリーで共演することになる。1980年代から、映画、テレビに、数多く出演している。2004年開始のテレビシリーズ、ドクター・ハウスで2006。 2007年にゴールデングローブ賞を受賞。ドクターハウスは2012年放映文の第8シリーズで完結し、その後はテレビ俳優を引退すると語っていた。2011年5月、初のニューオリンズブルースアルバム l e d ゼ e m t ク l k をリリース。イギリスのヒットチャートで初登場2位を記録した。3年間の休みを取った後、2015年には、 俳優としての仕事に復帰し、テレビドラマ、ナイトマネジャーに出演した。2016年10月25日ハリウッドをークオブ、フェーム伝導入り2017年1月、ナイトマネジャーでゴールデングローブ賞助演団優勝を受賞。1989年6月、ジョー・グリーンと結婚し、1988年11月に、長男のチャールズ・アーチボルド、 1991年1月に、次男のウィリアム・アルバート。1993年9月に、長女のレベッカ・オーガスタが生まれる。子供たちの名付け親は、スティーブン・フライである。ボーナストラックススペシャル・エディション・ハット、ヒュー・ローリー、OBE 勲章を受ける。シネマトゥデイ・ゲー。 http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00106342012 年12月16日閲覧。ABC ホスト、ジェームズ・リプトン、ヒューローリー。インサイド・ザ・アクターズ・スタジオ、シーズン12、エピソード18、ブラボ。 http://www.filmreferece.com。フィルムスラッシュ三三スラッシュ hugh ラッシュ lure html。ハッロリー・バイオグラフィー。フィルム・レファレンス。二千八年五月十三日閲覧。海外ドラマ。ドクターハウスが今年五月に完結。 現在放送中のシーズン8がラストに。シネマトゥゲー。http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00392392012 年12月16日閲覧。ドクターハウスのヒューローリーデビューアルバムがイギリスのチャートで初登場に。シネマトゥゲー。 h t t p w w w c i n e m a t o d y j p スラッシュページスラッシュ n00323252012 年12月16日閲覧。スミス、デビット、ドクトルヒュー。 ザ・オブザーバー、h t t p w w w g u a r d i a n c o u k スラッシュメディア2 0 5 April 24 c o m m e n t .br o a t c a s t i n g 2 0一1年11月14日閲覧ありがとうございます